どうもナムチンです。メガテン5やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日はコメントいただきました、ありがとうございます。このパーティーが強いらしいんですよね。マタドールとロアですね。先日やりましたナーマとマーラのパーティーも強かったんですけども、それ以上にこっちの方が強いらしいんですよね。マタドールのユニークスキル一撃必殺、これプラス多分ヤブサメショットのことだろうね。必ずクリティカルが発生するので、一撃必殺でクリティカルを発生した時に、瀕死にするですよね。まあ確率なんですけども、でそれを、ロアの禁じられた言葉で、異常状態および瀕死の確率を増加させるっていうやつですね。これでほぼほぼワンパンで倒せるみたいなので、ちょっとこれ試してみようと思います。難易度は創生のハードですね。創生のハードのラストステージで、ステータスはいじってません。レベルを150まで上げただけ。うん、あのナーマとマーラは、ナーマでデバフをかけて、でマーラで仕留めるっていう形だったんだけども、これは多分マタドールの攻撃だけでいけんじゃない。あ、いけるわ、いけるわ。あ、こっちがお手軽。これ確実 100%? だからとんでもない、強さって書いてあったから、いやこれすごいわ、めちゃくちゃお手軽じゃん。ナーマのやつはまあ雑魚的にはねほぼ効くんだけども、たまにやっぱ外す時もあるんですよね。これ外さないんじゃない、もしかして。確実にクリティカルだしね。なんで、あ、そうね、あの命中率をしっかり上げてやれば問題なく当たる。流眼とか入れてあげれば間違いないんじゃないですか。いや、これ強い。一応ボスにも試してみましょう。いや、ボスには効かんよさすがに。ボスには効きません。それは分かってる。だね、ボスには間違いなくいかないよ。ボスに聞いたらそりゃちょっと大変だもん。でも、連続チャレンジの途中で出てくるこの雑魚なんかには効くでしょ。マーラと一緒だ。効くけども効かないこともあるよっていうところ。 100% じゃないっていう感じか。はい、多分確率としては 50% ぐらいじゃないですか。いや、 50% よりこれ低いな。マーラのやつはあの 50% ぐらいかなと思ったんですけども、これはもう少し確率が低そうな感じですね。でも全然低く、全然倒せる。はい、ということで今日はコメントありがとうございました。マタドールロアのパーティー使ってみましたけども、これはナーマとマーラよりも使いやすいね。もうマタドールの一撃だけでサクサク進めるんで、これはね、旅をするにあたってものすごくいいと思います。ナーマとマーラは強いんですけども、あれはナーマで攻撃して、で、さらにマーラで攻撃する必要があるので、こっちの方が断然お手軽ですね。まあ、作るのも簡単ですし。はい。ということで、今日はコメントありがとうございました。またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。